日本三重県中税津市高野町高野町は三重県津市の町庭。本校では前身である秋群、高野大村についても記す。さつき苗や洋蘭など家計園芸の盛んな地域である。津市の北東部伊勢自動車道芸能インターチェンジの東方一帯に所在する。関宿と江戸橋を結ぶ伊勢別街道の中間付近に位置する町である。 東で大里山室町、大里野田町、南で大里六愛町、あの町あの、芸能町岡本、西で芸能町、小木野芸能町、無ク本北で亀山一蔵寺町、下野省町中省町に接する。南東から北西西友川と三重県道十五津籍線が、北東から南西に三重県道六百四十九号亀山阿能線が南端を、 中の川と伊勢自動車道が通過する。北部をネオポリスが占めたが、2014年6月30日に高野町から分離して、豊かが丘1丁目から5丁目となった。第2次世界大戦末期に高野尾には海軍の簡易秘密飛行場が建設された。建設作業は鈴鹿海軍航空隊の隊員も関与し、第三鈴鹿航空隊とも呼ばれた。 後の伊勢自動車道芸能インターチェンジから、辻立、高野小学校前にかけての地域に滑走路を設け、付近の丘陵に飛行機を隠すための延滞号が築かれたとされているが、戦後開拓により、地形の改変が著しく、現地で移行は確認されていない。滑走路の跡地は、二十歳や住宅地に延滞号のあった丘陵は、山木沈む。 豊里実験地や伊勢自動車道に変貌した。三重さつきや平戸筒子の栽培が盛んな地域であり、三重県道10号津き線に沿って温室や花木の畑が連なっている。三重県は花木生産を明治時代から開始しているが、高野の,のさつき栽培は歴史があり、さつきは公園や庭園の植え込み樹として利用される。生産団体は高野内木生産組合で、 ミスト繁殖室を備え、サシナエから育成、供給に至る一貫生産システムを構築している。品種は、ナミサツキ、赤バナサツキ、トウカサツキが多く、1970年代頃の栽培面積は200ヘクタールであった。1969年には、洋卵栽培を目的に、ミエメリクロン生産組合が設置され、タカノオヒロシラン組合も組織されて、 温室での養卵栽培が急拡大した。こちらも繁殖から育成、供給にたる一貫生産システムが成り立っている。品種はシンビジウムが中心である。その他、水筒、野菜、みかん栽培や、落農も盛んである。農産物直売所長ツアジところが、主な需要者であったゴルフ場や公共施設の建設が減少するに伴い、 家木の需要も減少したため利農者が増え、産地としては衰退に向かっている。そこで地域の農家による出資で2013年9月に株式会社フューチャーファームコミュニティ30が設立された。同社は、かつて高野町で栽培が盛んであった里芋を特産品にする活動を、三重大学とエディブルフラワーの共同研究、三重県最大級の敷地面積3.3ヘクタールの 農産物直売所長ツアジの設立などを通して地域活性化を図っている。2019年6月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移国勢調査による世帯数の推移私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町内を通る三重県道15都き千津市役所。 高野出張所高野郵便局赤塚本社、赤塚会会、シーミュージアム三重大学大学院生物、資源学研究科、生物資源学部付属キー、黒潮生命地域、フィールドサイエンスセンター付帯施設農場。ありがとうございます。